フォート・オーガスタスにあるカレドニアン・運河の公門フォート・オーガスタスはスコットランドのハイランド地方にあるネスコの南西端に位置しボレスキンアバーティフのパリッシュに属している集落2001年の時点で646人ほどの人口があった村の経済は観光に大きく依存している現在の村のスコットランドゲール語における名称はシルチュイメインであるが 18世紀初めまでは、キラビマンという名で知られていた。1715年のジャコバイトの反乱以降、現在のフォート・オガスタスに改名された。かつての地名の語源として、広く信じられている話によれば、かつて統地に教会を建てた、アイオナ島の聖区メインに由来する命名であるという。他にも、アイオナ島に二人いた、修道院長の一人が、 スコットランドの氏族の一つである古民氏族出身で、その気象に、区民に言及した、ルスビックチュイメーンという言葉が記され、1715年のジャコバイトの反乱後、将軍ジョージ・ウェードは1729年から1742年まで、かけて当地に城塞を築き、時のイギリスをジョージ2世の三男カンバーランド公、ウィリアム・オーガスタスにちなんで、ホート・オーガスタスと名付けた。ウェードは、 この新しい駐屯地の周辺に町を作り、ウェイズバラと名付けようと計画していた。やがて集落は成長したが、その名は砦の名から取られることになった。この砦は、カロデンの戦い直前の1745年4月に、ジャコバイト側によって攻め落とされた。1867年に砦はラバット家に売却されたが、ラバット家は1876年に、 トリデと周辺の土地をベネディクト会に帰宅した。この修道会によって、法とオーガスタス修道院が設けられ、後には付属学校も設けられた。付属学校は、スコットランドにおける教育制度の改革によって志願者が減少したために、1993年に閉校となった。修道会は、トニー・ハームスワースを雇い、施設を スコットランド最大の施設分解散センターに改装して1994年から1998年まで運営したが建物の維持に十分な収益を上げることはできなかった。結局、修道会は帰宅を返上してラバット家に不動産を返しラバット家はテリー・ナトキンスにこれを売却した。ナトキンスはすでに 1718年に建設された9キ,キルウィマン・バリックスの4棟の弊社の一つの跡地に立つラバットホテルを所有しており、その場所はかつての取りの西の城壁部分にあたり、壁には銃眼もがたれていた。ラバットホテルはもともとは駅前ホテルとして建てられたものであった。フォート・オガスタスにはかつてはスピンブリッジから結ばれたインバ・フォート・オガスタス鉄道の終点フォート、 オーガスタスピア駅がネスコンに1903年から1933年まで存在していた。当初はハイランド鉄道が経営に当たっていたが、後にはノースブリティッシュ鉄道がこれに変わった。フォートウィリアムとインバネスを結ぶカレドニアン運河は階段上に廃された劇的なまでの一連の拷門の連なりを経て、フォートオーガスタスを通過し、ネスコへと至っている。 フォート・オーガスタスには、シル・チュイメイン・メディカル・センターが、医療サービスを提供している。村には小学校と中学校があり、高知は共有されている。ブリテン諸島やスコットランドの大部分と同じように、フォート・オーガスタスは、夏は涼しく冬は、穏やかな海洋性気候に属している。周辺の地域同様、日照時間は少なく、年間1000時間程度しかなく、 気温の変化を予想することは難しい。フォート・オーガスタスでは、イギリス国内における5月の最低気温摂氏9.4度が記録されたことがあるが、夏の到来も遅く、このような低温が生じるのは、風のない、静かな夜に放射冷却を起こしやすい谷合いの位置によるものと示唆される。この同じ地形が場合によっては、高い気温をもたらすこともあり、フォート・オーガスタスは、 イギリス国内における12月16日の最高気温の記録を80年近く保持していたこともある。ありがとうございます。